はい、この後の旅路も考えて今は少し休憩しましょう。お客様、モンドからいらしたのでしょうか。その身なり、ただの一般人ではないとお見受けします。もしかしてあなたはかの有名なセピロス騎士でしょうか。実は私、折り入って騎士様にお願いしたいことがあるのですが。すみません、申し上げにくいのですが、私は正式な騎士ではありません。セピロス騎士団のメイドをしております。おや、メイド騎士、メイド騎士、これはまた絶妙な。お嬢さんがよければぜひとも取材をさせていただきたい。これは他の騎士よりも100倍はいいネタになる。お二方、私は見ての通りここで長きにわたり講談をしているものです。ただ何度も同じ内容を語ってきたため、お客様にもそろそろ飽きられている頃かと思いまして。しかし先ほどお嬢さんが座った瞬間、全身に雷が走りました。脳裏に浮かんだのは、そう、異国騎士リーユエキコ。ただそれも思い浮かんだだけで、これといった素材もなく題材が決まっただけの状態ですが、リーユエにもいくつかセピロス騎士に関する噂がありますが、そのほとんどが根も葉もない疑わしいものばかりで、ですので直接騎士様に取材をさせてほしいのです。しかし私は騎士ではありません。いえいえ、そこは大丈夫です。芸術とは生活を源泉としているものの、現実の生活を上回るものであるという言葉があるように、講談に使う内容を適度に誇張したり装飾したりすれば。先輩、なんだか私には理解できないお話になってきました。どうしましょう。助けが必要な人は見過ごせませんが、騎士のふりをすることもできません。そうですとも。こちらのお客様は実に聡明でいらっしゃる。安心してください、お嬢さん。困らせるようなことはしませんから。私と一緒に郊外へ出向き、剣術を見せてくれるだけで良いのです。あとは私が何とかいたします。わかりました。ただの取材であれば。戦艦軍によりますと、近頃郊外にヒルチャールが出没するとのこと。そこに行ってみましょう。どうやらここのようですが、あいにくヒルチャールはいませんね。ヒルチャールがいないのでしたら取材もできないのでしょうか。いえ、拠点にまだゴミなどが残っていますので、お嬢さんのその件で掃除してみていただけますか。掃除ですか、構いませんが、しかしヒルチャールが戻ってくる可能性がありますので、あなた様は安全な場所で見ていてください。わかりました。安全に配慮し、なおかつ思慮深いと。騎士の風格を感じます。さすがです。もう取材は始まっていたのですか。この拠点にあるものを掃除できれいに、なんだか普段私がやっていることと同じですね。
これでしたら講談でお話しされても問題なさそうです。今の技は千金断鉄のセピロス剣にしましょう。これで間に合いますね。今の技は同兵鉄壁の騎士立てですね。この段落はこうしましょう。かの奇襲は神のごとく、ヒルチャールの帰りを緻密に計算していました。民を隠れさせ、剣を持ち敵に立ち向かい、悪くはありません。しかし相手がヒルチャールでは少々雰囲気に欠けると言いますか。そうだ、お二方、何か戦利品などはお持ちでしょうか。戦利品ですか。はい、戦利品でございます。架空の物語とはいえ、現実味を帯びていればより人々から好まれることでしょう。さらにそこで戦利品などをお見せすれば信憑性も増します。ヒルチャールの仮面や矢先といったもので大丈夫でしょうか。それなのですが、もしお二方がよろしければ、遺跡守衛から手に入れたものをお持ちではないでしょうか。その通りです。お客様、実にお察しがいい。遺跡守衛から手に入るものの中に混沌の装置というものがあるそうです。私は先ほど思いついた内容を手帳に書き記していますので、混沌の装置がご用意できましたら私にお声掛けください。混沌の装置がご用意できましたら私にお声掛けください。おお、この重み、そして所々に入った傷跡、あとは少し物語を装飾すればほぼ完璧になります。まだ装飾されるおつもりなのですか。まあ、作品のためになるのでしたら。もちろんです。どう書いたらよいのかも思いつきました。早く書き記しておかなくては。もしお二方に時間がありましたら、ぜひ三倍よいへ私の新作をお聞きにいらしてください。一体どのように書かれるのでしょう。私、なんだか少し不安です。リーユエコーに戻って聞きに行きませんか。突如イカズチのような音が聞こえ、鉄の響く音が聞こえました。巨大な手のひらは容赦なく叩き落とされ、それはそれは息を呑むほどに壮観なものでありました。この勢いならば岩尾も切り落とすでしょう。常人がそれを相手にすれば全身は粉々に砕かれ、死に至ることも。しかしそこに現れたるは異国の騎士。鉄の爪が落ちるのを見るや否や剣を横に振るいました。激動の音が鳴り響き、土煙が巻き起こる。再びドンとドン重な音が鳴り響くと、土煙は消え、そこには巨大な手が二つ地面に落ちていました。これこそモンド騎士秘伝の神業、
道兵鉄壁の騎士盾の威力。騎士が休む間もなく黒い影が空に昇り日差しを追いました。そこにいたのは遺跡ハンター。そのようなものに怯えては騎士の名がすたる。はーっと一声上げ必殺技千金断鉄のセフィロス剣を放つ。黄金の光が輝き風が渦巻き火花が散りました。一人で二体もの遺跡守衛を相手にしてさらに遺跡ハンター持って誇張しすぎじゃないか。やはり講談の内容は真に受けない方がいいな。あれは私のことを言っていたのでしょうか。一体何を言って。いけません、私書き直すようお願いしてまいります。皆様信じられないのでしたらこちらをご覧ください。これこそメイド騎士がリーウェを渡り歩いた証。彼女が遺跡周囲と戦った時に手に入れた破片でございます。これは遺跡周囲の部品。戦艦軍にいる親戚の友達の兄弟から聞いたことがある。本物だ。この傷最近つけられたもののようだぞ。私講談師様にはっきりと説明をしてきます。誠実謙虚、これは騎士が必ず守るべき美徳ですのに。それよりもそこのお嬢さん、講談の中に出てきた騎士となんだか似て。似てるっていうか完全に同じじゃないか。サインをもらいに行くか。伝説のメイド騎士だぞ。はい。これこそ騎士は石門を西に入れ剣を持ちて山を下らん。リーウェに入ると瞬く間に有名になり人々に知られることとなりました。この続きはまたの機会に。